コミュニティベース、動くのはどうしてもこう非常に自分のコンピューターにじっとこう向かいながらですね、黙々とこうなんか国区弁令という感じをちょっとするんですけれども、もう少しみんなでこう楽しくできるようなムーブっていうのもこれから出ていくと。でまあちょっと、コマーシャルタイムということですね。兄弟の話はしないようにということなんで、白井先生の方が前に座っててやりづらいんですが、あ、まあこんなことをですね、我々まだあの東大が先行してこう始められてですね、我々は今度の4月からですけれども、こんなやつをこう出そうかと。こういうことでちょっと2分ぐらいのトレーラーをちょっとご覧ください。 Creative and innovative ideas are essential to success in any business. However, few of us have had the opportunity to take a course on creating ideas. In high school education, the chemistry and biology are usually treated as separate subjects. In university education, however,Separate disciplines are often integrated into a single discipline in which many different ideas can be created. This ethics course focuses on an integrated field between chemistry and biology, which allows you to learn how to create new ideas. In fact, many brilliant scientists have created excellent ideas at the interface between chemistry and biology. The goal of my course is clear.I want to teach the class that I wanted to take when I was an undergraduate student at Kyoto University. In this course, you are asked to come up with your own research ideas based on the content of each lecture. Your ideas are then evaluated and compared with actual research projects. In taking this course,I invite you to enter the world of chemistry and biology. I want to share my personal experiences as a scientist both in Japan and in the United States. The chemistry of your life will change your life. あの上杉先生が小学生の時に、愛してやまなかったキャラクターらしくてですね、薬を、まあ、そういう例えが今的にはいいのかどうか分かんないですけど、薬を飲むと自由自在に年齢を変えられて大人のメルモちゃんになったり、おばあさんのメルモちゃんになったりするんですね。で上杉先生はどこかにですね、その化学っていうのはすごいっていうものがそこで植え付けられたらしいですね。それで何か思い出すとですね、メルモちゃんがいたからっていうような、まあ本人がどうも話を聞いてるとそうなんですけど、本人が告白したわけじゃないんですが、それでまあ是非メルモちゃんも入れようと。いうことでですね、入れてみたんですが、このですね上杉先生で45歳の先生なんですけれども、やばいやばい方でですね、まあ会ってすぐ友達好きになったんですが、裏方ちょっと裏の話をとすると、総長がですね、まあ、何か効果を上げてこんな先生いいんじゃないかと言った時にですね、まあ、我々一人ずつこう、まあ、あのインタビューして会ってみたんですが、この上杉先生っていうのはすごくてですね、まずこの授業をどう、まあ、こういう授業ですね。でこれあのアイデアが中心の授業なんですね。でいろいろ化学の基礎のことは教えるんですが、そういうことは僕は興味がないというか、その授業として学生をそれを分かったかどうか、分かって当たり前だみたいな、まあ兄弟的というか乱暴な話があってですね、そうするとそんな一人一人の個性がどういうふうに出てくるかっていうことの方が、その知識をベースにしてですね、それが僕にとっては大事だというのが上杉先生です。方法となかなか兄弟的ですなと言いながら、嫌な予感がこうしてくるわけです。でどうやって評価をされてるんですかと当然聞かなくちゃいけない。そうするとですね、いやいやいやと、これは毎週宿題を出します。でまあ絵を描いてこいと言います。絵を描いて、そのなんか自分の化学のこのアイデアをですね、絵にしてくる。それはビジネスのアイデアでもいいし、新しい化合物のを使った製品のアイデアでもいいから、とにかく絵に1枚描いて、方法とそれを全員出します。でちょっとコメントなんかちょっと書いてもいいんだけど、基本的には絵ですと。それをどうやって評価するんですかというと、まあ大体僕は15秒から30秒ぐらいそれをじーっと睨みますと。睨んで ABC とつけますと。ああそうですかと。次行きましょうかと。他にはどんなことされてますかというと、いやそれだけですと。それだけですと言うんですね。それで評価されてるんですかって言ったら、まああとはクラスでの議論とかそういうものはいろいろこう見てますからとか言うんですけども。で基本的にですね、ムークにされる場合に、この自分の理念を変えたくないと、やり方を変えたくないというですね、降りてもらおうかなという話もあったわけですけれども、逆に、まあ、僕はそういう人間だし、まあ、やってるメンバーも危ない人間ばかりでですね、
乗ってみようかとこれドン・キホーテというかですね、多分あの、うん、軟着陸できないだろうと思うんですけれども、それで結局、まあ、今まだ、設計中でですね、あんまり迂闊なことも言えないんですけれども、まあ、マルティプルチョイスは、まあ、一応やると形的に 10% ぐらいの評価あの重みでいいんじゃないのかと。で 90% はですね、基本絵でやろうという話になってるんでですね、まあ、どうやるかはですね、まあ、今日ちょっとあの山内さんの方のあのピアアセスメントの話もあって、エッセイの方はですね、いろいろまあ進んではいるんですけれども、絵っていうのはなかなかな、まあ、なくてですね、そこのところをちょっとブレイクスルーになりたいなと思っていろいろ考えてます。はい、もう一つですね、これはあの別にあの兄弟の話だけじゃなくてですね、皆さんそれぞれお考えになっていただきたいんですけれども、 MOOC を使ってですね、まあ、いい学生を取るということはよく言われるわけですけれども、実際我々具体化してみようということでですね、この間これを、記者会見でも発表したんですけれども、こういうことをすることにしました。でその各部局がですね、これあの素晴らしいのは、大学の方いらっしゃったらですね、大学の総長が全部決める必要ないんです。部局長が決められるレベルでできるんですね。で例えばこの上杉先生のいる研究所は一つの講座を大学院で持っていて、でそこで国費留学生を文科省に推薦できて、まあ大体大学から推薦されればよほどのことがない限り通ります。そういうことでですね、この上杉先生の MOOC をやった人で最優秀の人で、もちろんそのインタビューとかをですねするようなことも踏まえてチェックした上でですね推薦しようということ、それから、優秀な人 5名ほどですね、京都大学に1週間ぐらいご招待、こっちが流氷出してね、それでこっちの教員とか学生といろいろインタラクション、授業にも出てもらったりですね、いろいろしてもらおうと。些細なことかもしれませんけれども、でも我々はこれそのバーチャルからリアルにですねつなぐために、こういうことはしていかなくちゃいけないなと思っています。それからその受講生の中でですね、このピアアセスメントっていうのはお互いをこう 見合うわけですけれども、必ずしも全員がうまくこう見合えるわけじゃないですね。人のこんな人に、つまり、まあ、別に小学生が優秀じゃないとは言いませんけれども、まあ、山ちゃんの話でね、9歳が92歳っていうのがありましたけど、まあ、9歳の人が92歳のエッセイを例えばこう読んで表現してるってのはなかなか、スリルがある感じなんですけれども、まあ、そういうあれでですね、やっぱりそこにこのベストマッチングとか、先生のに近い感覚でこう評価できるっていう人もやっぱりいるはずなんです。でそこで優秀な人は、まあ、ベスト TA というですね形で表彰しようかなっていうアイデアを出しています。でまあ、こんな感じですね、まあ、このスライドは、まあ、いいでしょう、まあ、こんな感じですね、我々はですね、これはもうそれぞれ企業さんとか大学さんによって、MOOC に対するそのかけ方というのはですね、力の入れ方とか入れ具合とかですね、それはもうみんな違って、いいんですけれども、例えばその京大学は一例としてですね、そういうちょっと無茶をすると、無茶をすることでその教育のイノベーションをブレイクスルーするということをですねやりたいと。だから笑われてもいいんだというところが一つあります。だけども世界から笑われるかもしれないけども、うまくいくとみんな驚いてくれるんじゃないのかなと、まあ、そんなところである。まあ、必ずしもみんなはこういう危ない橋を渡る必要もないと思うんですが、 MOOC というのはいろいろなその実験場としてですね、使える。で、まあ、修了書があってですね、でこの、まあ、オープンバッジみたいな話もよくありますね。で、まあ、MOOC はあのいろいろな社会的なその影響というのもありますし、大学という組織のを揺るがすようなですね、いろんなそのサンフォードの話は出ましたけれども、成功例が出ましたけれども、例えばサンデルのハーバードですね、サンデル先生のやつをサンフォードで使ったら、そこの部局の先生たちがですね猛反対して、自分たちを舐めてるのかという話でですね、自分たちは最終的にはクビになるんじゃないかということで、まあ、あの学長にですね、みんなでこう、まあ、いちゃもんをつけに行ったという例えば話になっている。で、まあ、そういう意味でですね、教員というのもなかなかこれからは大変な時代に入ってきたのかなという感じがします。で、MOOC もそうです。オープンエデュケーション一般的に僕はそうだと思いますけれども、このノイズリダクション装置と、このヘッドホンでですねかけると周りのノイズがなくなるのありますね、音楽とか聞いてるものがきれいに聞こえる、こういうもんじゃないかと思います。オープン化してデータをいっぱい取っていくということでですね、今まで見えてこなかったノイズに埋もれてたものが見えてくると、教育の本質でですね、何がうまくいって何がうまくいってないのかというのが非常によく見えてくるということがあります。で、ゆえにですね、その学びの社会的なインパクトの有無っていうものも非常によく見えるようになると。で、これが日本の場合ですね、この学位がシグナリング効果を出していると、社会に対してですね、と言われていて、実際その大学の実質的なこの学びの内容、教えの内容っていうのはいかがなものかという議論がよく出ますけれども、そこにこういう MOOC とかですね、オープンエデュケーションが入ることで、
僕はいいことだと思うんですけれども、一時的にはですね苦しむことになると思います。ただここを経ていかなければですね、どうしても良くなっていかないということであります。はい。でまあ、これもジェンムクでですね課題ということで福原先生もちょっとお話ししましたけれども、例えばエデックスとかコーセラというのは、まあ、大学がそれぞれ責任を持ってですね、修了書、まあ、大学だけじゃなくて場合によっては学部とかですね教員の場合もありますが、とにかく修了書を出す場合に責任の所在というのがはっきりしているわけです。でそこがまあ大体大学においてですねこう互換性があるレベルの、まあ、修了書は修了書として、コーセラの修了書は修了書、エデックスの修了書は修了書でこんなもんだろうというなんとなく落としどころというのはあるわけですね。ところがジェームークがですねこの非常にこの手を広げてですねいろんなものを受け入れてしまうと、この修了書の意味というのがすごくデコボコしてくるんですね。ここはちょっとよくお考えになった方がいいと思って、別にそのデコボコがあるのがいけないということはないんですけれども、あそこのこれとこれとここのこれはですね同じような科目なんだけれども、こっちの方がむちゃくちゃ 楽っぽいし、なんか内容もなんか緩そうみたいなところと、そういうのはこう複数出てきた場合ですね、そこのどうするのかということは、まあ、自然淘汰的にするということも一つあると思いますけれども、お考えになった方がいいかなと思います。はい。で、これは前日ですね、この番組で取り上げていただいて、どっちかというと大学がブラック企業化していくっていう方が僕はちょっと興味が下の方あるんですけれども、無料オンライン大学と。あえてですね、この取り上げ方もこういうふうにしていただけたらなという希望をお話したりとかしてたんですけれども、まあ、願い叶ったところはあってですね、とにかく今の大学どうなるのかとか教員どうなるのかっていう話はもうすっ飛ばしてですね、とにかく今まで教育機会がなかったような海外のですね途上国の子どもであるとか高校生とかがどうやってこの MOOC によって、まあ、成功秘話、成功のストーリーなんですけれども、まあ、こういうものをですね、それから現役の社会人の方でスキルアップしたいというような人もですね MOOC を使って、ただこれはあくまでも受け入れてもらう側があってから、あってからこそですね、このサクセスストーリーというのがありえるわけで、ただやりましたではいい子いい子で終わっちゃうわけですけれども、その受け入れてくる側が日本で出るのかということです。でそもここからはですねちょっとまあ僕的な話になって申し訳ないんですが、ちょっと未来的なこともあってです、これから教育どういう方向に行くかと、 MOOC みたいなものが出てきてさらにどうなるかということなんですけれども、もともとこの MOOC はご存知の方も多いかと思いますけれども、カンアカデミーが発端なんですよね。でこれはもう一人の狂気の出てる教育に情熱傾いている、投資銀行家だった彼がですね30代一人で3000も教えちゃったということですね、オンラインでですね、まあ、教えちゃったというか単に自分でこう誰かに教えてるやつを撮ってビデオに撮ってですね YouTube で流しただけなんですが、それがひどくですねインパクトは社会的にあって何百万というそれこそですね一人でファンをつけたんですね、その学びのファンをつけたんですね。でこれがだからスランというですねスタンフォードで最初に人工知能入門をやった人がこれにやって自分もなんかできんじゃないかという気にさせたと。だからなんだ100匹の猿だとなんかそんな橋ありますね、なんかこう洗ってそういうので言うと最初の猿は猿マンか別に、受けを狙って考えてたんですけど今ちょっと思ったんですけど、まあ、そんなんでですねこの人がでこんな先生はですね、世界中にいっぱいいるんだという話は、まあ、いつものオープンエデュケーションの話ではするんですけれども、これは今日はちょっと飛ばしましょう、まあ、ちょっとじゃあ見ましょうかね。いやこれいつもですね学生にこれ見せててですね、一番最初の授業で京大で大学院とか学部生に見せてて、お前らが考えてる教育っていうのは、多分違うとこれからは、というのをですね考えてもらうときにこれいつも見せてるんですけども、ちょっとご覧ください。2分ぐらいなんで。
でですね、これを、まあ、学生たちに見せた後ですね、まあ、早すぎてわからんと、若い目でもよくわからんというんで、ちょっとこう書き出してあげたんですね。で、21世紀の教育というのはまあこういうもんだと、それから先生はこうなんなくちゃいけないっていうのをビデオの中でこう言ってるわけですね。イノベーターとかメンターとかですね、アントリプレニューアーと、まあ、起業家精神が大事、モチベーターと学生をモチベートするとか、イルミネーター啓蒙するとかですね、語り、学生をこう触媒としてですね、活性化する。で、学生にはですね、必ず聞くようにしてるのは、あ、じゃあ学生はどうなればいけない、どうなんなくちゃいけないのと、21世紀にですね、それで出てきたのがこれですね。で、こう大体毎回聞いてるんですけれども、最初にティーチャーズって言うんですよね。これその別に初等中等のこの先生になるために教員養成課程に行くっていう話じゃなくて、今はもう学んだことをすぐ周りとかに教えたりとかするのが普通でしょっていう話が出てるんですね。で、またそういうふうにできないとダメですよっていう、それは多分そのソーシャルメディアとかですね、そういうものが出てきた世界において彼らが持っている価値観というか、学生としての価値観というか役割感だと思うんですね。がまあ、そのどんどん新しいことを探っていくためのリサーチャーであったり、すでにもう分かっていることと分かんないことをこうちゃんとくっつけるシンセサイザーとかですね、イノベーターって何だったら、いや、学びの方法をイノベートするんだとか言うんですね、偉そうにね。で、まあ、実際やってるみたいなんですけれども、預かり知れないところですね。で、探索者と。で、まあ、まあ、ここはあのドキドキ話す話でですね、まあ、こういう中で新しい学びの世界を体験させるには、ここが一番だと僕は思うんですけども、オープンスタディというサイトがあってですね、ここにはその常時ですね、世界中から何千人もいろんな国からですね、学生さんがここに来て、何してるかというと、お互いに教え合ってる、分からないことを聞いて、それを誰かが教えるということをボランティア的にみんな勝手にやってるところなんです。で、ここにその学部の学生ですね、経済学部の1年生、無理やり放り込んでですね、英語できないから溺れるとか言ってるのですね、大丈夫だって、なんとかなる、意外に浅いぞとか言ってですね、言ってたら、なんかあの英語でエッセイを書くにはどうすればいいのかっていうのをですね、書き込んだんですね。で、これ書くのに15分か20分かかったと、アホかお前はって言ったんですけれども、とにかく書いたらびっくりしましたよ先生と。次の週彼はこうもう顔をこうなんかニコニコさせながら入ってきてですね、クラスのみんなに15分ぐらい話し続けたんですけれども、いや、すごい世界がありましたと。そこには、あ、そのそれを書き込んだらですね、突然このどっか世界の学生がですね、どっか他の国にいる学生が1分ぐらいでですね、どうしてその英語でエッセイ書きたいのか3つ理由を教えてと言う。それをまた答えたらですね、今度は別の国の別の学生が30秒後ぐらいにですね、その一つ目については自分はこういうことがあってとかいうことが、これはすごい世界があって、で、彼が言ったのがリアルのつながり感が半端じゃないですと言ったんですね。で、リアルじゃないだろうお前って、バーチャルの世界だろうと言ったんですが、いやいや先生、これ兄弟で感じられるこの学びのコミュニティとかよく聞きますけど、そんなものはあまり感じられなくて、まあ、サークルとかそういうところではコミュニティ感ありますがと、ここではですね、学びを通したリアルなつながり感がすごいと言ったんですよ。おお、すごいいいこと言う名前言ったらですね、次に言ったことがもっと良くてですね、ヤフー知恵袋とは全然違う世界で、これ兄弟的にはすごく重い、僕がその時兄弟いなかったんで笑ってられる方なんですけれども、なんで違うのと、ちょっとあの二言目に出てくる言葉を抑えながらですね、どうしてヤフー知恵袋と違うんだと、いや、ヤフー知恵袋先生ひどい2チャンネルみたいな世界で、なんかこのいい自分ではいい質問だと思って出すと、もうボコボコにされて、そんなこともお前分かんないで、みんなの時間をバカ、あの時間を無駄にすんのかとか、こう叩かれてしょんぼりするような、そんなところがありますっていうですね。で、まあ、でも有効にも使えるわけでして、まあ、例えば入試、とかですね、そういう使い方もあるんですけれども、まあ、オープンエデュケーションとかがですね、広がってる世界でもこういう入試の仕方っていうのが、まあ、逮捕するということもちょっと、もうちょっと何も言葉を失いますけれども、まあ、試験の方法もですね、入試の方法もどんどん変わっていかなくちゃいけないですね。それでこ の, あの宮垣君という実名出して OK ということなんで、宣伝してということなんでですね、もう今2年生になりましたが、このある事柄について本当に学びたい者同士がオンライン上でコミュニティを作り、議論などを交わしながら積極的に学ぶということは、これまでには存在しなかった学習形態である。オープンスタディを通じてこのような学習形態を構築すれば、従来の何倍も効率よく、そして楽しく、学習できることは間違いないと感じたと。またこれは何も学ぶ側に関しての見えることではなく、教える側に関しても言えることであると。これは刺さりましたね。先生たちも努力しろよということですね。もう FD とか言ってる場合じゃないと。もうどんどんくんぞほぐれつ、もっともあのね、FD 講習受けました OK っていう、そういうファカルティデベロップメントですけれども、企業の方ですね、 FD という馴染みはないとです。
いや学生の方がよく考えてんだなと思ってだんだん自信がなくなってくる、この頃ですが、つまりですね、僕がもう次のステップ、あのジェームークも、まあ、そういうところに入っていくのかどうかわからないですが、もうムークというのはですね、もう教えるのはこの、まあ、企業 の、 あのそういう人材育成のインストラクターの方とかですね、教員の方とかの専売特許ではもうないんじゃないかと思うわけです。いや例えばの東大の学生の花房君というですね、これもやばい人がいてですね、山口さんなんかとインタビューもしてますが、非常にですね、この学生を200人か300人組織してですね、まあ予備校に代わるこの無料でですね、受験勉強、大学受験の勉強を教えようというようなことをやってるわけです。で、下手なのが多いんですけれども、愛は感じるわけですね。で、この先生もいろいろいるんですけれども、このまたカテゴリー分けとかがむちゃくちゃで、お姉系とかですね、それだけでもクリックしたらスパルタとかですね、オタク系とかですね、いろいろあるんですね。で、まあでも学生、高校生がですね、とか予備校生がやっぱこういうものに対してどういうふうなこの感情を抱いてですね、またこう学びに入っていくかっていうことを考えるとですね、やっぱりこれ予備校を焦んなくちゃいけないかなと思います。でそれはそのプロ教師がなんとかというそのクオリティコントロールの側面っていうのはあるにしても、やっぱり学ぶ側のこの学びたいとか教わりたい、この人に教わりたいとか自分と同じ目線で教えてくれる先生がいる、そういうものにこう喚起される部分っていうのは多分にあると思うんですね。で僕は今そういう若い人たちとやるのが一番楽しい時間で、大学の先生とかを相手にしている時間は、まあ、苦痛という感じなんですが、また何十人か敵を作ってしまいましたが、今日もですね。それでこの MOOC.org というのがですね、ご案内の方も多いと思いますけれども、 Google がですね edX のプラットフォームを使って、これはもう YouTube、 MOOC の YouTube だというふうにこう自分たちもこの人たち言っててですね、もう誰でも MOOC 作れるという世界に入る。これ来年の1月からこれ始まるんですね。でその Google がサポートするということで多言語化が進んでいると。であえてですね、この JMOOC のここでこういう話をさせていただくのは、 JMOOC はぜひこれを乗り越えていく何かをですね、自分たちで掴まないといけないと。つまりこういうものに、まあ、さっきの誰に対して戦うかという次々に新しい敵というかですね、ライバルというか出てくるわけです。例えばですね、またこういう妄想的なことを言うと、もしかするとどっかの中学生がむちゃくちゃいい授業をするかもしれないなと、大学レベルのそんな天才いるかもしれないと、そんな人を JMOOC は歓迎するのかどうかですよね。またかなり無理なこと言って、福原先生とかちょっと睨んでる感じありますが、もうそろそろやめようと思います。ですからこれ NHK こう取り上げてくれたんですが、この MOOC.org 取り上げ方がちょっと狭い浅いですよね。大学の事業を配信するためのプラットフォームではなくて、むしろそのフラット化をしてですね、誰でもこの MOOC 発信できるようにできた、いきなりそんな世界を作っちゃうというですね、 Google もそこでこれからどうなっていくのかと。で MOOC もまあいろいろ批判あるようにですね、さっき東大の方の事例報告でもですね、やっぱり 7% ぐらい、通過率は 7% とか 8% ぐらいですね、最後まで修了証が取れる全体のレジストレーションをした人の中からですね、それでいいのかということですね。それでいいという考え方がありますね、この選抜システムとして捉える場合には。それとももっと全員がですね、確実に何か資格を取れるように例えばするとかいうふうにするんでは、これではまずいわけです。ですからそこら辺もいろんなムークがあるかなということです。でまあその、まあ、ちょっと学問研究的なことになってちょっと嫌なんですけれども、まあ、こんなことでですね、いろいろムークをめぐってですね、まだスライドはもしよろしければ後で JMOOC のサイトなんかでもこうダウンロードしていただけるようにしたいと思いますので、ここら辺のことはですね、ぜひ考えていただきたいと。それからその一つ一つのムークのその修了書の価値ということはあるんですけれども、そういうのをいくつかグループで取ったときにですね、それがどういう価値を持つかっていう新しい考え方も出てきていてですね、 DEX の方ではそれはシークエンスというふうに呼んでますけれども、例えばスタンフォードのこの事業、 MIT のこの事業、東大のこの事業、こういうふうにこう例えば取って、それで取った人にはうちの会社はこのポスト、この仕事のポストをですね、優先的に審査しますということもあり得るわけですね。それを例えばシークエンスというふうに言う。でそのシークエンスは誰でも定義できるプレイリストみたいなものなんですね。
で、まあ、こうやってですね、こういうものがどんどん出てくることで、まあ、高等教育と大学というものがどん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 もう激しく崩れていくところが崩れていくし、この再構成が行われるところはどんどん再構成が進む。大学教員という職業も非常に役割が変わってくることがありますね。はい。で、まあ、これはもう10年以上言ってることなんで、もう飛ばしたいんですが、まあ、大事なんでスライドとして入れておきましたんでですね、お考えください。で、最後の、学生さんの言葉ですね、まあ、オープンエデュケーション、まあ、さっきノイズリダクションという言葉を僕使いましたけれども、まあ、学生さんも似たように感じてですね、オープンエデュケーションのものをいろいろこう浴びせるように見させたりとかしてるとですね、だんだんこの自分が考えてた大学教育っていうものと高等教育っていうものと実際この違うものがそこにあるんじゃないのかということをだんだん感じてくるわけです、ね、ですから、まあ、オープンエデュケーションをどんどん、うん、じゃんじゃん広がっちゃえというのは今年入ってきた1年生のですね、女子学生が言った言葉です。はい。で、まあ、人材育成の話になってですね、企業なんかもそうですけれども、やっぱり企業の中でこういうMOOCみたいなものがどんどん大事になってくるっていうのは、まあ、このティム・ブラウンですね、アイデオの T 型人材っていうのを言い始めて、最初はもともと I でよかった、専門バカだけでよかったんだけども、この T の部分でですね、まあ、専門的知識能力に加えてですね、こういう広い視野とか多面的洞察が必要だというのが T 型人材と、まあ、これ言われて久しいんですけれども、でオープンエデュケーションが来るとですね、これだけにとどまらないでですね、もっとこの視野も広がるし、それからこの専門もですね、自分が学部とか4年生とか大学院とかでやったこと以上にですね、もうどんどん MOOC とかオープンコースやとか使ってですね、新しい専門性というのは自分で好きな深さまで深められていけるということなんですね。ですから、まあ、すだれ型人材みたいな感じですね、まあ、超知識型人材勝手に言ってます。こういう人たちがですね、クンズ法律してこう有機的に仕事をしていくというのがこれからの社会だと思うんですね。ですから逆にそのMOOCっていうものはもうそのオプションではなくて、多分これからはですね、その企業内教育という、まあ、いろんな呼び方、障害教育といろんな呼び方はあると思いますけれども、もう必須のその教育方法というか、教育過程というかですね、プログラムとして、あるんだろうなと思います。はい。まあ、僕なりのグローバル人材の定義、こう、まあいいですね。はい。で、これも、学生さんのですね、まあ、さっき出てましたね。でも教育もですね、待ったなしでこうやって他の業態はほぼ全て、全部こう移行してデマンドプールに移行してるんだからですね、もうこれもずっと何年も使ってるスライドで何度も見てる方もいて申し訳ないんですけれども、でもまだ言いたいのはですね、やっぱりこれを考えていってくださいと。で、MOOC は本当にいいきっかけだということで、大学もですね、もう数年前にアメリカでは Do It Yourself University と言われていて、日本ではですね、学長さんに聞かなくても幼稚園児でも多分分かる大学の数が多すぎるという現状があってですね、それでそのこれも学生さんがですね、こんないいことを授業中にボソッと言ったと、女子学生ですけど、いや、この間水族館の大水槽のイワシ見に行ったら、その天敵がいないからすごくだるい動きをしてて、お客さんたちがみんな、いや、テレビを見たらそういうのやってて、そしたらマグロを天敵を入れたらですね、何匹か食われちゃうんだけど、すごくピキピキと野生に戻って動き出したっていうわけですよ。その学生さん、ここがつなげられるところがすごいなと思ったんですが、突然ですね、このミッシングリンクが起こってですね、いや、大学もこんなもんじゃないのかと、日本の、これ大学の1年生ですからね、これ言ったのは、イワシのようなものでですね、オープンエデュケーションとかMOOCはマグロだと、だからマグロどんどん入れろということで、文科省の方はぜひですね、マグロ政策をですね、していただきたいんですが、で、僕もちょっとそんなのかなと思って、ちょっと海遊館っていう大阪にあるですね、水族館に写真撮ってきて、確かにだるい感じで、ちょっとあまりマグロ入れてほしいなという感じですね。なんで大学壊れると言われて久しいですけれども、壊れた後の形がようやく見えてきたイワシ館という感じですね。これはMOOCになるかもしれないですね、イワシ館が冗談じゃなくてですね。はい、はい、でもその、これも学生さんの、別の学生さんの言葉で、もう大学というその形をですね、もう我々も思考停止になっちゃってて、こういうことをですね、こういうふうにも、この最後のところですね、学校制度とはそういうものという暗黙の共通理解を想定して思考停止しまってるんだろうと、大人はですね、だけど自分たちは違うぞということを言う、はい、ですからどんどんやって教育に
の、 その大学の首根っこにナイフを突きつけてだんだんなんか過激になってきてですね、教育効果が現れているような感じがしてならないわけですが、はい、でまあ、あとはあの、まあ、こういう感じですね、お読みください。でこれは、最後のスライドでですね、あ、最後のスライドはですねこれですね、はい、ジェームクへのお願いというか、こういうことを考えていただきたいと。そもそも大学のリアルの講義にも興味がなく、学ぶ意欲のない学生や社会人をどうやってオンライン学習に向かわせるのかというですね、これを考えていただきたいですね。であと白井先生も最初におっしゃっていた障害学習というのをどうやってまた違った形で再起動させるのかと、この国でですね。それからコンテンツということも福原先生も何度も言われましたが、知的魅力にあふれ学習効果高く役に立つ、まあ、料理で言えばね、もうあの分かりですよね、あの美味しくて栄養価があるというようなコンテンツをどれだけ出せるかと。で昔ノートやるジャパンとか言ってた時代にはですね、どんどん向こうから頭下げて翻訳させてくださいと言ってたんですよね、石原慎太郎の本とかを。でそれをですね、今あのそういうようなコンテンツは日本が出せるのかどうかっていうですね、日本語でこんなにいいものがあってもう欲しくて欲しくてたまらないと、スペイン語に訳させてください、フランス語に訳させてください、中国語に訳させてください、向こうからお願いをするようなコンテンツをぜひ出していこうじゃないですかと。そこからジェームウークがそういうものを出していっても十分いいと思うんですね。であとはこれは、何回もこの講演でもお話しましたけれども、このやるのはやらせるのは、まあ、一つの話、ただそれをやった人をどうやってこの報わされるかですね。ですからぜひですね、その企業の会員の方もですね、お参加されていると思うんですけれども、まあ、兄弟の、まあ、我々もちょっと ちっぽけな実験ですけれども、そのこういうふうに人を取るというですね、それに、まあ、ですからあのですね、実験、大きな組織ではですね、実験ですっていうと大概通ることが判明してきてた大学ではですけれども、実験でうまくいかなかったらやめますといえば、大概のちっちゃい実験はできるわけですから、そんなんでですね、人材の選抜採用に実験をぜひしていただきたいということですね。で、日本はこういう支援体制とかですね、専門的人材も非常に枯渇しているというところも、どんどん、まさにお金と時間をここに費やしてですね、こういうものを作っていっていただきたいということです。で最後にですね、これも、まあ、J ムークの理念というところでも掲げてあることとも関連しますが、そのムークを通じた学びによってですね、個人の価値を高める、社会の価値を高めると、これをですね、僕が強調したいのは、具体的にオープンにですね、どう高めていくのかというですね、指針が必要です。ですからそれをですね、まあ、ジェームクとしてはもちろんあれなんですけれども、出していかなければいけないんですが、参加してこういうことを広めたいと、一生懸命やりたいと思われているですね、各会員の皆さん、ご企業の大学ですね、それぞれ考えていただければと思います。いや、すみません、いろいろ僭越で失礼なことも言ったことを言いますけれども、これで終わらせていただきます。どうもありがとうございます。ありがとう。